2023年に買ってヘビロテをした、シューズ3選プラス、これだけはめちゃくちゃ使う、シューズ3点を、紹介したいと思います。Hey guys, this is Robin. 皆さんこんにちは、こんばんは、クリアロビンです。今日は、以前質問コーナーをした時に、おすすめの、なんだろう、ブランドを教えてくださいとか、好きなブランドを教えてくださいとか、服装に関して、質問があったんで、僕が2023年で、買ってすごい良かったなって、こうヘビロテした、商品を紹介したいと思います。何を買うとかどれを買うとかっていう風な情報がすごい多くある中で、やっぱり限られてるお金の、なんだろう、中でね、皆さんこう悩んで悩んで一足を買うと思うんで、なんかよかったらこの動画を見て、今年のね、まあお正月でお年玉をゲットした方々は買ってみてはどうでしょうか。はい、早速まず1個目、こちらトーガのドレスシューズ、はい、こちらです。これめちゃくちゃヘビロテしました。超いい。このね、トーガっていう日本のブランドさんのこの金具の部分すごい特徴的で、結構こうね、このシューズを履いてると、あ、トーガなんだって分かるんですけど、このトーガのドレスシューズは上がカジュアルでもドレッシーな時でも両方とも、すごい使えて、この一足あるだけでこう足元が締まってむちゃくちゃ可愛かったです。これ狼ちゃんには騙されないの、告白の時かなも、このシューズを、履いていました。結構ね、狼ちゃんには騙されないってみんな私服で、出てたんで、僕はこれをすごい、ヘビロテしました。なんで全然ジーパン履いてる時に、合わせるのもいいし、スラックスで、履くのもすごい良、かったです。やっぱね、まあお値段まあそこそこするんですよ。使ってる回数を考えたら全然お得だし、やっぱり他の人とちょっと変えたい、かぶりたくないっていう人はこのトーガのシューズはいいんじゃないかなと思います。そして次、はい、こちら No.2、グッチのホースビットローパー、これはアウトレットで僕は買った気がします。まず何よりめちゃくちゃ履きやすい、すごい履いてて楽なんですよ。ちょっとこう出るときに履きやすくてめちゃくちゃ便利でしたね。こちらもなんか僕2023年は結構スニーカーとかを昔は履くタイプだったし、今でも全然履くんですけど、カジュアルすぎるかなっていう時は、まあ、こういうローファーだったり、さっきのトーガのドレスシューズとかを履くんですけど、このローファーは何よりすごい履きやすいし、歩きやすい、軽い、普段使いしやすいので、これ1個あるだけで足元がこうすっきり見えて、まあ、靴下で遊ぶのもいいし、この子も、まあ、グッチで、ね、ちょっとブランド品ではあるんですけど、一足、持っててもいいんじゃないかなと。足元を綺麗に見せると全体がスラッと見える気がして、今年はこういうトーガとか、グッチのこういうレザーのシューズを履くことが多かったですね。はい、そして第3戦、今すごいゴルフにハマっていて、ゴルフシューズってすごいなんか自分がこう欲しいなって思えるものがなかなかなかった中で、ああまあこれだったらなんかいいなと思って、買ったのが、こちらです。はい、ジョーダンの、これインスタにストーリーとか上げている時に、スニーカーでゴルフするんですねみたいなコメントがあったんですけど、こちらちゃんと、はい、ゴルフシューズです。ちゃんとね、あのね、こうギュギュッとこう打つ前にググってやると、ちゃんとこうなんかハマるというか、意外にちゃんとしっかりしていて、僕としては何だろう、お好きですね。結構いろんな色の種類があって、グレーとかネイビーとか、あとローカットのものもあって、僕は真っ白のトリプルホワイトだったかなの、このエアージョーダンのゴルフシューズも一応持ってます。でも、この子の方が、使うことが多いです。はい、ゴルフウェアってすごい難しくて、ちょっとミスるとなんかダサく見えちゃうなっていうのが僕としては、なんかやだな、ゴルフもっとおしゃれなブランドないかなとかって言って、こう最近わーっと見てるんですけど、ゴルフもなるべく僕は全身黒で揃えて足元こうやって遊ぶっていうのが多くて、そういう意味ではこの買ってよかったなって。結構やっぱね、
履いてるとみんなに言われるんですよね。スニーカーで来んなよって言われて、いやいやこれゴルフシューズなんですよって言ったら、結構あそうなんだって言ってね、こう話のネタにもなるんでめちゃくちゃいいです。でまあ変わらず僕がなんだろう、もう何年も愛用してるこのシューズは、持ってた方がいいっていうのが、こちら、はい、バンズのオールドスクールと、コンバースの、CT70 になります。この、黒に関しては本当にヘビロテします。もう今何足買い替えただろうっていうぐらい、バンズは特にかかとを踏んじゃうことがあって、でこの前のところがこう破れちゃうんですよね。それが破れたら毎回こう買い替えてるんですけど、この2足はマジで、使えます。これを持っておけば、間違いないっていう、はい、特にあのストリートの服装とかがカジュアルで好きな人とかはやっぱり1足は、俺の周りのモデルとかもみんな絶対一足ずつは持ってるんじゃないかなってぐらい、うん、女の子も持ってるかな。この2足はかなり安定だなっていう感じですね。でこの2足はね、まあ、もちろんね皆さん好みがあるから好きな靴を買えばいいとは思うんですけど、僕がここであったからっつって、でも本当にあの合わせる時になんかガチャガチャしない方がいいから、こういう風な靴は好んで履いてます。あとは、マーチン、これとかね、厚底のやつとかもスラッとして見えるし、 TP を考えずにどのボケーションにも合うから、僕は結構ヘビロテしてるんで、皆さんね、あの靴、新しい靴今どうしようかなって考えてる方は、この今、挙げた、4つと紹介した3つですね。ちょっとゴルフシューズはね、あのゴルフやんない人はいらないとは思うんですけど、よかったら、チェックしてみてください。これが、僕の、2023年ヘビロテシューズたちでした。